インビジブル実況プレイ始めていきたいと思います。じゃあ、レンの何かについて知れるのかな？ああ、急に突っかかってきたと思えば、またその話、いい加減しつこい。俺は家出なんてしてない。一日そこから家に帰らなかっただけ騒ぐとか過保護すぎでしょ。何やらこっちでも誰かが揉めている。というか、その片方はレンのようだ。どうやらマリカはレンを見かけて声をかけようとしたけれど、誰かと言い合いになっている場面に出くわし、出ていくタイミングを見失ってしまったらしい。マリカちゃんは、ちゃんと謝ろうとしてレンのとこに行ったのかな。あの少年はあっちでもこっちでも何をやってるんだ。相手はここじゃよく見えない。どこ行くんだよ。話はまだ終わってねえ。向こうを向いてたレンが急にこちらを振り向いたので、思わずマリカと揃って身を縮める。何やってんだ私、これじゃ完全に不審者だ。どこに行こうがお前に関係ないし、そっちこそ面白半分で人の噂広めてんだろ。うわ、バレてる。だから俺は家のことは誰にも話してねえって。なんかあんの？まずい、向こうから誰かが近づく気配が。こんなところ見られてましたらまとまる話をまとまらなくなってしまう。一旦ここから離れるよ。小声でマリカに耳打ちし、その場を立ち去ろうとしたが、突然後方からただならぬ気配を感じた。まさか誰？そんなところでこそこそと何かよ。怖っ。さっきまで誰もいなかったはずの場所に学ラン姿の少年が立っていた。オレンジがかった羽毛の少年は癖のトゲのある視線をこちらにまっすぐ突き立てる。この少年がレンと言い争いをしていた張本人と見て間違いなさそうだ。それにしてもいつ回り込まれたんだろう。声をかけられる直前まで全く気づかなかった。やっぱりあの時見てたのか。どの時で。やっぱりあの時。何のこと言ってるんだ。いきなり怒声を浴びせられては驚きを隠せない。ツグミンが記憶ない間に何かあったのか。そういうつもりじゃなくて。お姉様、ちょっとこちらへ。なんだ。マリカが小声で呼ぶ。こいつ学内でも有名な不良生徒なのです。あ、そうなんだ。関わってはいけないのです。無視です。無視。校舎裏とかでリンチしてる系男子です。わあ、悪っ。誰が校舎裏でリンチしてるって。聞こえてる。もしかしてお前か。学校で俺の噂流してる。へえ。優等生にそんな趣味があったの。いやー、もうだってマリカちゃんが流してるとは限らないだろう。その方が驚きだわ。噂？何のことを言ってるのです。これだから不良は人の話も聞かないで。睨み合う両目。にしてもあの小声はまさか聞き取るとは。相当な地獄耳だ。なんか五感がすげえすごいのかな。待てよ、話は終わってね。ああ、バレた。そこへさらにレンともエンカウントしてしまう。最悪の展開だ。なんだ、何が起こったんだ。私たちと出くわし、自分から意識がそがれたのを見て、オレンジ髪の少年の方は素早く姿を消した。取り残された私たちはただ立ち尽くすしかない。白崎、それにつぐみまで、なんでここに。まさか盗み聞きしてたのか。いや、そんなわけないだろう。偶然通りかかったらここにお前らがいただけだって。私たちもご飯食べ終わった後ゲーセンで遊ぼっかって言ったら偶然お前らがいただけだよ。違うのです。そうじゃ心の準備ができていないマリカは謝罪の言葉を探しあぐねていた。いや、待て待て、話を聞け。突き刺さることの葉は切っ先が鋭く心をえぐる。レン、それは誤解だって。あー、運悪。ずっと運悪いんだけど。あー、何あれ、自動ドアの音か何か。私の弁解にならない弁解は届いたかもわからないまま、レンは背中を向けて走り去ってしまう。残された私は肩を震わせて立ちすくむマリカにかける言葉もなく、ここから出ようと促すことしかできなかった。いやー、しょうがない、しょうがない。もう運が悪い、としか言いようにない。インビジブル。レンが謎の少年と込み入った話をしていた場面を目撃してから早いもので1週間が経った。早いね。
その間何度かレンにはメッセージを送るものの、しばらく一人にしてほしいと言われ、マリカも音沙汰がない。割とガチな緊急事態なのかもしれない。これはやっぱり霧島リーダーに相談すべきか。でも霧島さんの感じだと解決策を打ち出してくれるというより、チーム解散で強制終了させられそうだよな。言っちゃ悪いけど、喧嘩した思春期の少年少女の間を取り持つなんて苦手だろうし。そもそも解散は一つの解決法なんだろうけど、本当にそれでいいんだろうか。いやー、坂倉くんの方がうまい解決策出してくれそうだけどね。二人の気持ちの問題もあるけれど、それよりもっと根本的な問題が解決しない限り、誰と一緒にいても同じような壁にぶち当たるだけの気がしてならない。それを心配するのは私の役目ではない。それもそうなんだけれど。おーい、つぐみ。ちょっと。急に何？近っ。もう。急にじゃないですよ。さっきから呼んでるのに。ご機嫌斜めの宗方のドアップがいきなり眼前に現れて度肝を抜かれた。そうだ、忘れてたけど今はバイト中だった。どうも考えがまとまらなくて気が散ってしまう。わかるわ。でもバイト中ってなんか考え事するのにめちゃくちゃ都合いいもんね。うん。で、何か用ですか先輩。悲しいな。もう冷たいな。そろそろ大会終わるんで片付けとか手伝ってほしいんですよね。え？大会？ほら言ったじゃないですか、ゲームの大会。ごめん、何のだっけ。超だるいんですけど。わあ、しっかりしてくださいよ。あれですよ、あれ。宗像の指す方を見ると、確かにすごい人だかりができている。まるでスポーツの試合かライブでもやってるみたいなにぎわいだ。ただ観客が群がりすぎて何のゲームだかさっぱりわからなくなってる。でも配置とその熱狂具合で何の大会か瞬時に分かった。そっか、あ、そっか、エリブラの大会ね。エリブラ？エリアルズブラッド、通称エリブラ。ジャンルは格闘ゲームで、うちのゲーセンの看板ゲームでもある。ああ、そうなんだ。格闘ゲームとして単純に作りがいいことに加え、グラフィックも美麗。男女問わずキャラが人気なんかもあって流行ってるとは聞いていた。うんうん。そうですよ。店舗予選って公認のゲームセンターでそれぞれ大会やって、優勝者が公式戦の出場権をもらえるんで、めっちゃ盛り上がるんですよね。なんでここにホワイトボードがあるのかと思ったらそういうことね。トーナメント表を見ると今は決勝戦をやってるらしい。通りで人がワンサがいるわけだ。坂倉くんとかやってたりすんのかな。ゲームそのものにもあまり興味はなくて、決勝戦とか見ておきたいってミーハーな人もいるだろうし。そうなの。あれ、つぐみゲーム好きですよね。興味ないんですか。あ、いや、まあそのゴニョゴニョ、ここ何日か実践に役立つと思って運動してみたり、その一環でフィットボクシングを手軽にできるゲームなんかも買ってみた。そしたらなぜか格闘ゲーム沼にどっぷりハマってしまった。どうしてこうなった。あ、そうなんだ。格闘ゲームとかもう本当に上手いやつが底なしに上手すぎて、なんだろう、後から参入するの難しい気するけどな。わかんないけどね。でも買ったといっても最新のゲームではなく一昔のもの。値段がお手軽っていうのもあるけれど、新しいゲームって読んだよな。あ、わかる。めっちゃ読むわ、俺も。そういうわけでエリブラも気になるけれど、手は出していない。ゲーム酔いするとか、やっぱり私いい歳してたのかも。あ、そうなの？ゲーム酔いって歳なの？中学の時からずっとゲーム、モンハンとかでもゲーム酔いしてたんだけど、俺。あ。ははーん、もしや今時の流行りについていけてないんですか？あ、もう！そんなことはどうでもいいよ。で、今どんな感じ？あ、もう。もうそろそろ終わりますね。宗像が言いかけた言葉はひどきわ大きい歓声とどよめきにかき消される。見事なカウンターが決まりました。優勝はエントリーナンバー8番オーガ選手です。オーガ、司会進行役の店員の熱のこもった宣言とドット拍手が湧く。釣られて一緒にパチパチと手を叩いてしまう。おー、ふかはやりますね。思ったよりちゃんと司会してるな。ふかは本名は忘れてしまったが、彼も宗像によるあだ名被害者だ。理由は増えるワカメとか食べてそうだからである。胃腸の弱いビフィズスと自転車通勤のチャリッチとともによく宗像にいいように使われているかわいそうなバイトトリオの一人。すごいネーミングセンスだな。はぁ、やっぱり優勝しちゃいましたね。あのさ、なになに、有名人、うちの常連って言っても見かけるようになったのはここ1ヶ月くらいですけど、
とにかく神がかり的な腕前なんですよね。ふーん、神ね。優勝おめでとうございます。深川が喋ってるよ。でも、あ、そうか、深川で会ってんのか。ちょうどその神とやらに視界がマイクを向けている。興味本位でチラリと人垣の向こうに視線を送った。あ、お前ふ常連なんかい。優勝したと思わしき人物はキャップを目深にかぶり、その上からオレンジのパーカーを着込んでいて顔はよく見えない。結構小柄なシルエット。まさか中学生とか。大きなお友達に勝つとは。さすがゴッド。シャイボーイなのか戸惑った様子でキャップのつばを下に向けている。この勢いで頑張ってください。本戦もこの勢いで頑張ってください。あ、はい。あ、喋るんかい。ずいっとマイクを突き出されて、ようやく細かい声がこちらに届いた。あれ？あ、たまたまだ。正面を向いたその視線の先に私がいた。驚いたことに、パーカーとキャップの下に隠された素顔はあの不良少年だった。向こうも私に気づいたらしく、露骨に視線を外される。参加された皆様、大変お疲れ様でした。ただいまをもちまして、エリブラ杯終了となります。もう少々お待ちください。入賞した方には本戦のご説明をさせていただきますので、もう少々お待ちください。鶴の一声で観客が雲の子を散らすように離れていった。大会の後片付けを手伝うふりをしながら、私はオレンジ髪の少年を見失わないようにこっそり目で追いかける。彼なら、もしかしたら今のレンの様子を知ってるかもしれない。それだけじゃない。きちんと話して、もろもろの誤解も解いておかなきゃ。行動力あるな。説明が終わるのに、案の定少年は足早に立ち去ろうとする。あのさ。先輩、ちょっと抜けます。すぐ戻りますんで。え？あ、つぐみ。待ってましたと言わんばかりに、手にした段ボールを胸肩に押し付けて、すぐさま店を出た。なんだろう、こいつが関係してくんのかな。まだそう遠くは行ってないはず。と、あのオレンジのパーカーが目に留まった。ちょっと、待って！呼び止めると意外にも少年は素直に足を止めた。初夏とはいえ、まだまだ日が落ちれば冷える。自動ドアを抜けるとひんやりとした夜の匂いがする風が流れた。でも肌寒いのは気温のせいだけじゃなく、勢いで追ってきたものの、この間のように冷たくあしらわれることを予期していたのもある。ここの店員だったんだ。知ってたらもう来なかったのに。そんな私のこと急に嫌いになることある？何があったの、私とあなたの間に。私の服装を見て、当然ながら少年は露骨に嫌な顔をする。そんなにストレートに言われると、分かっててもさすがに答えるの。この間レン、朝岡レンと一緒にいたよね。レンとのさ、会話をさ、まあ軽く聞いちゃったは聞いちゃったけど、そんだけでこんなになるかな。あ、あいつに用？あいにく今日はいないけど。うん、レンにも用はあって、でもそれだけじゃなくって。言葉は喉元まで出かけているのに、どんな形にすればいいかわからなくて滞る。そして私を見る二つの目。冷め切って一切の感情をなくしたようなそれに見つめられると、下手なことが言えなくなる。まさに蛇に睨まれたカエルな心境。ごめんなさい。で、言い訳やら何やらを省いているうちに、謝罪だけは口をついて出てきた。まあいいことだけどね。いきなり謝られても意味わかんない。頭を下げる私を見て少年は戸惑う素振りを見せる。だから、この前の覗き見するつもりじゃなかったけど、結果的にそうなっちゃって、それを謝りたかった。優しいな、つぐみ。それのためにわざわざ送ったわけ。そうだね、そう思うね。仕事中なのに。そんな大したことじゃない気するけどね。言葉にいちいちトゲはあるけれど、逃げ出さず話に応じる姿勢を見ていることからか、少しは警戒心が薄れてきたようだ。そうでもしなきゃ話聞いてもらえないと思ったんだよ。君の心情としては当然だけど。別に、あいつの方は知らないけど、俺はそれを大して気にして。あ、そうだよね。まあ、レンの方は気にするかもしんないけど、もう仲いいから。こいつはあんま気になんないもんね。誰か知らねえ奴がなんか話聞いてたからちょっと威嚇したぐらいだろうね。言葉通り意外にも少年の方はあまり気に留めていなかったらしい。ならマリカに対するあの反応は結局何だったんだろうか。あ、マリカに対する反応だったのか。何はともあれ、変にこじれる前に話すとよかった、なんて思っていたら、なんと向こうからこちらに歩み寄ってきてくれた。よしよし、あまり刺激しないように当たり障りない話から始めて。ね、もしかしてあいつの彼女？え、そう見えます？
そうだ、さっきの大会の話を取っかかりにして会話つなげて。はい、この少年今なんて言ったんだ。彼女って言ったのか。あいつってまさか蓮のこと。しかもか彼女って、つまり私たちがつ付き合ってるって。それ以外にある。まあね。爆弾投下カウントゼロ、私の頭上で派手に炸裂する。思考回路は圧倒的ショート、デスティニーロマンスだ。なんでもいいや。これあいつに会った時渡しておいて。なんだろう。少年はリュックサックから紙袋を取り出して、フラフラの私に向かって突き出してくる。はい、何がどうしてそうなるの。勢いで受け取りかけたけれど、寸前で我に返り紙袋を突っ返した。ただ渡すだけでいいから、今あいつに会いたくなくて。それ渡してくれたらこの間のことはもう忘れるし。私だって今ちょっと顔合わせにくいっていうか、そもそもだよ、君が誰かも知らないのに荷物なんか預かれないし。いや、弟かなんかなんじゃないの。当てが外れた上にまたしてもこじれる案件追加なんて冗談じゃない。断固拒否だ。大体私はみんなの便利屋でも仲介役でもない。まさかあいつから何も聞いてないわけ。一体何のこと。蓮のことは知ってるけど、最近知り合ったばっかりで、正直プライベートなことはあんまりどころか全然知らないし。この間蓮と揉めてたのも、あいつが学校で知られたくない俺の話を流したって。それで問い詰めてたらシラを切るし。え、どういうこと。この間蓮と揉めていたのも、あいつが学校で知られたくない俺の話を流したって。いや、よくわからんのだけど。それはきっとないよ。だって私たち君と蓮の関係すら知らないから。あ、じゃあもうお前がめちゃくちゃ勘違いして蓮にブチギレて八つ当たりしたってこと。私の言葉が意外だったのか、少年はそのまま黙り込んでしまった。困惑している。起こり得ないと思ったことが起きた時の反応。あり得ない。そう、そんなことはあり得ない。私をまさに今そう思ったところだ。霧が立った。あ、マジ。だんだんと少年の姿が霞んでいく。いや、そんな、なんで今だよ。嘘でしょ。嘘だよ。うわ、やばいな。だって能力はあるかもしんないけど、つぐみんじゃ戦えないしな。レンとかが助けに来てくれんのかな。少年との間を隔てるように白い霧が湧き出てきて、たちまちあたり一面霧に侵食されてしまう。まるで幻のような現実。またしてもあの異世界に飲み込まれてしまう。しかも今度はたった一人で。レンもマリカもいない。その中まだ自分の異能すら満足に扱えない私が一人ぼっち。またあの化け物を相手取らなきゃいけないっていうのは。でもあれか、なんだっけ、宗像が助けに来てくれたりすんのかな。すぐ目の前にいたはずの少年も消えて、ガクガクと無意識に体が震える。悪感が全身を一瞬で駆け巡っていた。ちょっと何この。あ、お前も見れんの。恐怖が私の全部を支配してしまう。その直前、少年の言葉にパニックがピタリと止まる。これが見える。つまりこの子も能力者ってことなのか。いや、そんなことより今すぐここを離れればまだ間に合うかもしれない。鈍化していく思考を切り替えて、まっすぐ少年に向かって手を伸ばした。いきなり何。いや、宗像に言えば何とかしてくれんじゃない。本当に いいから。とにかくこれ以上霧が深くなる前にここから出ないと。少年の腕を引き、がむしゃらに足を動かす。どっちが霧の中心でどっちが元来た道かもわからないけど、それでも抵抗しないよりはマシだ。何とかなる。自分を奮い立たせるように心の中で唱える。それにこの光景を目にして焦らないということは、少年が黒幕だというどうしようもないパターンを除けば、ここにいたらどうなるかを知らないということ。見捨てておけるはずがない。赤の他人だってそうするけれど、蓮の知人なんだからなおさらだ。とにかく前へ前へ、障害物へ当たるまで。なんだか柔らかい感触に行き当たり、体が弾かれて止まる。ものすごい弾力のあるプリンに体当たりした気分だ。目を凝らすと、眼前には見覚えのある黒い霧の壁がそびえ立っていた。まさかと思うけど。もう出られなくなったの。一足遅かったのか、そもそも最初から手遅れだったのかはわからない。それをここで議論しても仕方ないこと。今重要なことはただ一つ。意図的に私を巻き込んだのかは知らないけれど、佐賀倉や霧島リーダーが言った通り、私はまた悪意の霧に囚われる羽目になった。それだけだ。何言ってんの。
あ、たかが霧で何って。少年は霧の壁に腕を潜らせようとするけれど、レンがやってみせた時と同じ結果になる。どうなってんのこれ。意味わかんない。これが普通の光景でないのはわかりながら、あくまで慌てず騒がず、少年は軽減な顔で立ちはだかる霧の壁を睨む。その冷静さと誰かがそこにいるという事実に巻き込んでしまって申し訳ないけれど、正直とても救われる。そこからは抜けられないと思う。でも出口はあるはずだから。でもどうしよう、どこまで話したらいいか。マリカの話だと不良少年らしいな。見た目はともかく個人的にはあまりそうは思えないんだけれど、それでも異能絡みのことは必要に迫られない限りは伏せておくべきか。あ、ちょっと待てよ、まさか選択肢出るかこれ。セーブしとこう。あ、出なかったわ。さっきから何か知ってるような言い方、どうすればいいかも知ってるわけ。順応が早いというか、この異常事態もそこまで動揺してない。レンやマリカとはまた随分と違う性格もあるんだと思うけれど、もし異能があるならそれゆえにということかもしれない。まずは慎重に慎重に。一応そうかな。まあ、あの化け物を見てないって時点であんま恐怖心もないしね。たかが霧って思っちゃうもんね。なんかやけに寒いのかなみたいな。霧が薄い場所からなら出られるはず。それでバラバラに行動するのも危ないというか、だからついてきてくれると助かるんだけれど。わかった。だからそろそろ手離して。ごめんごめん。握りしめていた少年の腕から手を離すと、細い手首にうっすら赤い跡が残っていた。あ、ごめんよ。気が動転してたとはいえ、力が入りすぎていた事実を目の当たりにして申し訳ない気持ちでいっぱいだ。ほんとごめん、いろいろ焦ってて。あ、そうだ、名前もまだ。ティサラギつぐみでしょ。あ、ネームプレート。なんで知ってんの、私のファンなわけないだろ。何言ってんの。少年は自分の胸元をトントンと叩く。ああ、バイト抜け出してきたから制服のまんま。つまりネームタグもついてるってわけか。何が私のファンだ。テンパってるとはいえ恥ずかしすぎるにも程がある。大神律。とりあえずよろしく。あ、そうなんだ。大神なんだ。パサリとフードを脱ぎ、キャップを取ると、ツンツンとしたオレンジがかった髪が現れる。何でもいいけど。いろいろ聞きたいことがあるから、ここから出たら説明して。不満げにしつつ、今ここでそれを問いただすことはしない。恐ろしいくらい合理的な判断だ。それで？どっちに行けばいいの？よくわからないから先導してほしいんだけど。ひとまずこっちで。ひとまずって本当に大丈夫？少年、大神律は頼りないとばかりに言う。どっちが年上なんだか分かったもんじゃない。なんとかなるなる。大丈夫大丈夫、なんとかなるなる。大船に乗ったつもりでね。あっそ。泥船じゃないといいけど。聞こえてるぞ少年よ。いや、わざとか、わざとだろ。こうなったら何としても無事に脱出して鼻を明かしてやるんだから。目的が入れ替わってるような気もするのは気のせいだ。大丈夫なのかこれ。相も変わらず凍りついてしまったような街を、つかず離れずの距離で足早に歩いていく。幸いにもあの黒霧のモンスターには遭遇してないけれど、やっぱり自分たち以外に誰もいない世界は不気味だ。この霧を発生させるのって、なんか敵みたいな感じが発生させてんのかと思ったけど、意図的に発生させてるわけじゃないのかな、もしかしたら。意図的に発生させてんだったら標的に向かってすぐ行くはずだもんね。でもつぐみんが最初に出会った時も標的は別にいたのかな。いや、よくわかんねえな。もうモンスターみたいなんですか、いる周りに標、なんだろう、霧が出るだけでなんもないのかな。だって標的がいたらすぐに見つけてくるはずだもんね。巻き込んでしまった形だろうし申し訳ないけれど、大神少年の存在はありがたい。これでもう少しこの気まずさがなくなればもっと気が楽だけれど、それは贅沢かな。あのさ、大神くんはゲーム好きなの？いいよ適当に呼んで。っていうかそんなこと聞いてどうするの。まあね。沈黙に耐えかねて歩きながら会話を振ってみたけれど、悲しいことに質問に質問で返されてしまう。気になったから聞いてるだけだよ。あんなに大会盛り上がってたし、きっとすごい上手いんだろうなって。ちゃんと見たかったな試合。本当に思ってる？
これは本心からそう思って、ああ、それならよかった。興味ないことを興味あるように聞かれるほど嫌なことってないもんね。少なくとも考えてどうにかなるわけでもない問題に頭をひねるよりは、ずっと有意義な時間だったに違いない。知り合いでもなく、ゲーム自体にもそんな興味ないのに、なんでそう思うわけ？そんなに変？人が夢中になってるものを聞いたり見たりするの楽しいじゃん。変っていうか、俺はそう思ったことないだけ。リツは乾いた返事を吐き出す。クールを気取っているのとも違う。会話にも人と関わることにも意味を見出せないように見える。大人びてる、いや擦れてる。彼なりの理由があるんだろうけれど、もったいないな。なっちゃって。私も結構ゲーム好きだよ。エリブラはやってないけど格闘ゲームもやるし。例えば？例えば？あ、喋ってくれるわ。食いつきつつも疑われてるらしい。興味を引きたいだがために勢いで言っちゃったけれど、流行りのゲームをがっつり遊んでる少年に一昔前のゲームの話をするのはどうなのか。いやー、いいんじゃない？こういう時は別に。脱せって鼻で笑われたらお姉さんかなりショックだぞ。いや、そういうもんじゃない？お姉さんって。ジャック・オブ・ファイターズとか考えた挙句、シリーズ名だけでごまかす。有名タイトルだけれど、私が遊んでるのはベストプライスで売っている2台くらい前のものだ。俺は2000が好き。え？マジか！私も2000やってる！なんと、たまたま彼のお気に入りと私の遊んでるタイトルが被るという奇跡が起きた。ありがとう、ベストプライス。これにはお互い興奮を隠せない。まあね、こういうのはね。マジで？JOF はカブコンのキャラがシリーズを超えて共演しているのがすごく熱くて、あー、なんかそういうゲームあるよね。中でも2000が一番ゲームバランスがいい。あ、そういうのあるんだ。しかもタッグで原作でライバル同士のキャラとか組ませるのもすげー楽しくて。あー、めっちゃ楽しそうに喋ってくれるな、お前。さっきまでの人を寄せつけない態度から一転して、リツは生き生きとしている。早口になりながら目を輝かせるその姿は、まごうことなく年相応の少年だ。で、俺ばっか喋ってんの。そっちが降ってきたの。めっちゃ怒るじゃん、そんなことで。ムッとしながら赤面してる。その表情すら嬉しいというか尊いというか、私が引き出したぞって誰にでもなく自慢したくなる。それで、すぐ。いや、なんて呼べばいい？つぐみでいいよ。レンにもそう呼ばれてるしね。うわ、絶対やっぱ。なんかレンの名前出しちゃダメなのかなってちょっと思ってたわ。調子に乗ってそんなことを口にしたもんだから、開きかけた少年の心の扉が固く閉ざされてしまった。背中を向けて数歩先を歩き始める。そこまでレンとの間に確執があるのか。不意にリツとマリカが重なって見えた。でもマリカとレンが険悪になったきっかけだって、私からしたら道端の小石につまずいた程度のものだ。結局はかすり傷で済むか放置して可能するか、転んだ先で事故に遭うのかの違い。だからきっとこの少年もそうなんだろう。え、だってさ、マリカちゃんとレンが揉めてるっていうか、仲良くない理由ってまだちゃんとは分かってないよね。もともと単純にマリカちゃんが自分以外の人全員毛嫌いしてるみたいなのもあるのかもしんないけど。少しだけど、レンと一緒にいて分かった気がした。リツだった。二人はほとんど真逆のような性格だ。リズはどうしようもなくレンを受け入れがたいと感じる反面、きっと苦しくて仕方ないくらい羨ましいんじゃないだろうか。レンとの決定的な違いは、何かを固く閉ざしてそこから動こうとしないこと。レンが衝動に任せて足を踏み出せるのは理解できなくて、間違っていると言いながらも憧れてしまう。レンにはレンのどうしようもない辛さがあることを理解していても認めたくない。それはマリカも同じ。全部私の想像でしかない。それでも二人の浅岡蓮に対する一種の拒否反応は、そういうことと捉えるとすんなり飲み込めるんだ。考えを巡らせてる間に気づけば随分と歩いていた。ここは異世界かもしれないけれど、夢でも何でもない。当然足も疲れる、お腹も減る。黒い霧の壁はまだまだ続いている。どこまで歩けばたどり着くのか。気をそらしても当たり前だけれど、お腹は空いたままだ。年上女性の地帯をスルーしてくれるのは果たして優しさなのか何なのか。というか、これ以上お腹ペコペコキャラと年下に恵んでもらうキャラが定着するのだけは勘弁だ。これいる？ああ、恵んでもらってる。
例の紙袋からクッキーが出てきた。これをレンに渡すつもりだったのか、ますます彼らの関係性がわからん。いや、だってこれレンに渡す。別に俺も人からあいつに渡してくれって頼まれてる。ああ、そういうことか。分かったぞ。分かってきた。分かってきた。レンってもしかしてモテてんじゃない？実はレンが気づいてないだけで。で、マリカちゃんもなんかその友達とかクラスメイトの話をよく聞いてたから、レンがモテてることにめっちゃ嫉妬してたのかな。分かんねえけど。いや、ちげえか。そんなわけないか。だってマリカちゃんもモテてんだもんね。いやいやいや、それは余計にもらっちゃダメじゃないの？既製品だし、また買えばいいんじゃない？だいたい大事なものなら人に頼む方が。それはめちゃくちゃ思うけど。いや、君がそれを言うか。でも目の前に差し出されたら飛びついてしまう。卑しい私でした。中、うん、一個ずつ包装紙に包まれたクッキー。やや女の子趣味な嫌いがあるけれど、今は見た目はどうでもいい。愛しさと切なさと満腹感、これだけでいい。おいしい。ホロホロしてて口で溶ける。絶対食べないけどな、こういうの。普通だって知り合いに渡すものだったなら。当たり前だ。七家庭のクッキーがまずいわけない。ああ、好きなの？リツも。あまりの美味しさに全部いっぺんに食べるのがもったいなくて、一枚ポケットに忍ばせる。というか、ひょっとしなくてもこの少年いい子なんじゃないか、などと思う現金な私である。ねえ、白崎先輩とも知り合いなの？あ、何？マリカのこと気になってんの？リツが小さな声で尋ねてきた。まあ、そうだけど。俺のこと何か言ってた。え、なんかあんの？マリカと。そうか、レンとの言い合いをマリカにも見られたから気にしているのか。リンチしてる系不良少年と言われたのを聞いてたわけだしな。いや、リツが聞いた以上のことは何も。不良だからとは言ってたけど、マリカ自身学年違うし、あまりよく知らないみたいで。あ、ちょっと。急にリツが私の進路を腕で遮り、危うく前のめりに転びそうになる。リツは口元に人差し指を立て、前方を警戒しているようだ。緊張が空気を切り裂いた。うわ。誰かいる。よくわかるな。道端に黒いものがうずくまっているのが見えた。同時に聞こえてくるすすり泣く声。え？お前、化け物じゃねえよな。なんかこういう女の子に歩み寄ってったら急に爆発して一人死んだりしねえよな。しゃくり上げるたびに丸くなった背中が上下する。こんなところに子供、それも小学生くらいの女の子、どこからどう見ても怪しい。ホラー映画にお約束の展開としか思えない。そうだよね。なんだ、子供じゃん。なんでこんなところにいんの？大丈夫か、リツ。警戒心丸出しの私を放って、リツが女の子に近づく。すると女の子は顔を覆っていた指の隙間からこちらを見つめて涙を拭った。模服のようなコントラストのワンピースにショートカットの黒髪。年齢は小学生、中学年ぐらいか。こんな物騒な世界観でさえなければ、モノクロの世界から抜き出てきたような見た目も可愛らしいと思えるけれど、なんとなく模服を彷彿とさせる。お兄ちゃん、お姉ちゃん、誰？こわごわと声を震わせて女の子は尋ねる。大神律。あっちは如月つぐみ。君は？ひな。おどおどしてはいるが、受け答えは普通。あの黒霧の化け物の仲間とかではないようだ。私の取り越し苦労か。でもそれならどうしてここに。迷子なの？ひな、迷子じゃないよ。探し物。ああ、なんとなく分かってきた。なんとなく分かってきた。この黒霧って、発生させてんだ。多分、人が。能力者が。能力者が発生させてんだ。だから前回の霧はマリカが発生させたんじゃないのかな、多分。いや、もうこれ考察でしかないけど。お母さんとの揉めたことによって、そのお母さんのことをちょっとでも嫌に思う気持ちっていうか、そのお母さんに対する後ろめたい気持ちが、化け物を生み出しちゃったみたいな感じで、ひなちゃんも何かを探してるって言ってたけど、その探してるものに何か干渉してんのかもね。ひなと名乗る女の子は小さく首を振り、自分の足元を悲しそうに見つめている。こんなところにいたら危ないよ。危ないの？どうして？
小首をかしげ、ヒナはまん丸の目をパチクリとさせる。子供だし仕方ないけれど、この異常事態に気づいてないみたい。ということは無意識のうちにここに迷い込んだってことなのか。一人で外をうろうろしてたら危ないって。大人は一緒じゃないの？リツ、お前めちゃくちゃしっかりしてんな。ヒナは罰が悪そうにまた首を横に振る。なるほどなるほど、親に言わないで家を出て探し物をしてそこで霧に巻かれてしまったのか。それなら一緒に行こう。お家まで送っていくから。こんな年端も行かない子、化け物がいるかもしれない場所に放置なんてできない。はぐれないように手をつなごうとするが、ヒナは私の手を取ろうとしない。ダメ、まだ探し物見つかってないからダメなの。怖い展開になってきた。探し物って何？お手紙。お友達に出す大事なお手紙がないの。わかった。じゃあ手伝うから探そう。リツ、来た道辿っていけばきっとあるでしょ。いいやつだこいつ。ヒナはわがまま、ヒナのわがままに苛立つと思いきや、リツはあっさりとそれを認めた。本当？お兄ちゃんありがとう。バーッと途端にヒナは笑顔になってリツの腕に飛びつく。近い。驚き戸惑いながらも、リツはしがみついたヒナを振り払えずにいる。この少年、やっぱりどこか訳ありだな。ヒナを連れて霧の街を再び歩き出す。探し物を手伝ってくれるというのもあってか、ヒナはルンルンとご機嫌、スキップなんかもしてる。でも彼女のおかげで陰鬱な空気が少し軽くなったのはありがたいことだ。リツもヒナに懐かれてまんざらでもなさそうだし、小さい子は嫌いじゃないらしいし、なんなら優しい。こうしてると、お兄ちゃん二人になったみたい。ああ、お兄ちゃんがいるんだ。ひなちゃんはお兄さんいるの？うん、ひなのお兄ちゃんすっごく優しいし、いつも一緒に遊んでくれるんだ。ひなの自慢のお兄ちゃんなんだよ。お前、霧の化け物としてお兄ちゃん出てこねえよな。満面の笑みに身振り手振りを交えつつ、ひなは瞳を輝かせる。リツお兄ちゃんは？お兄ちゃんかお姉ちゃんいる？いないし、いらない。あ、そうなの。レン、お兄ちゃんじゃないの？さっきよりずっと小さな声でリツは言う。声は消え入りそうなのに、そこからは断固とした意志が伝わってきた。リツお兄ちゃん、お腹痛い？元気ない？大丈夫、なんでもない。しゃがんで。平静を装うリツの腕をヒナがギュッと引く。なんでと言いかけたリツだったけれど、ヒナの強い目に訴えられて、しぶしぶ少女の目線までかがむ。少女は小さな手のひらを広げて包み込むようにリツの頭に触れる。見たことあるな、この感じ。なでなで。あ、お兄ちゃんってそれか。胸肩がお兄ちゃんか。円を描いてゆっくりとオレンジの髪をなで、ヒナはぎゅっと目を閉じた。おでこつーん。うわぁ。じゃあ胸肩の見方変わってきますね。ふざけたことやったわけじゃないんだ。妹が好きだから、あ、妹が好きだからってそういう意味じゃなくて、妹がこうやってやると、まあ、機嫌が良くなったりとか泣くのやめてくれたりしてるっていう、そういうバックボーンがあってのこれなんだな。そして頭突き、いや、デコとデコを軽く突き合わせる。な、何それ。元気になるおまじない。ひなが考えたんだよ。ひなが考えたんだ。お友達にもね、教えてあげたんだ。うろたえるリツを見てヒナは得意げな顔をする。その笑みは一点の曇りもない。無邪気で柔らかくて私まで笑顔になってしまう。あれ、この光景なんだか既視感が。びっくりした。なんだ今の耳鳴りは。びっくりした。じゃあ痛いの忘れたね。すげえ魔法使えるなお前。どこも痛くなんかないけど。リツお兄ちゃんの嘘つき、すっごく痛いってお顔してたよ。痛いの我慢してるよって聞こえたよ。子供特有の共感能力でヒナはリツの小さな嘘を見破ってみせる。無自覚だったのか、リツ本人も胸に当てた手をそっと握った。よし、私も。なんだ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 。お前はやめろ。ヒナに習って撫でくり回してやろうとしたが、
さすがに私の手は受け入れてもらえなかった。お姉さんショック超ショック。いや違えって、つぐみ変だって。このタイミングで私も撫でようってなんないもん人は。あ、あれと唐突に声を上げて車道の対面を指す。その先には真っ赤なポストと郵便局。まあ当然明かりもなく閉まっているけれど。お手紙、ひなのお手紙だ。どこにあんの。目を凝らすと確かにポストのすぐそばに何か紙のようなものが落ちてる。にしてもよく見えるな。私の視力がどんなもんかは知らないけれど、この距離で見えるとはさすが子供だ。ちょっといきなり飛び出したら危ないって。いや死ぬなよマジで。車道を突っ切り一目散に駆け出していくヒナをリツが呼び止める。けどこういう時の子供は目先のことで頭がいっぱいだから当然聞きはしない。大丈夫か。ここが異空間だからいいものの、現実世界だったらと想像して思わずブルリと寒気がした。あった。ああよかったな。ヒナのお手紙こんなところに飛ばされ。私もリツも仕方なく車道を渡りヒナに追いつく。そしてヒナが手にしたものを見て言葉を失う。え、リボンが描かれたピンクの便箋はそのほとんどが赤黒く染まり、点々と汚れが付着している。触れるのもためらうほどのおびただしい赤、まるで血だまりにでも落ちていたかのように。あ、ひなはあぜん、自室として手紙を両手に乗せたままその場で固まってしまった。カチリと機械のように停止し、彼女ごと時間が止まってすら見える。ひなちゃん？声をかけても彼女はみじろぎ一つしない。どうした？どうして？なんだ？え？どうしてひなのお手紙届かないの？お前まさか化け物になんねえよな。上ごとのように少女はつぶやく。嫌な予感がする。本当はこの女の子と出会った時からそれは感じていたのだけれど、やっぱりひなはひなの存在は不可解だ。そして今ようやくその違和感が正体が分かった気がする。異能者にしか見えない霧の中に現れた正体不明の幼い女の子。周囲の異常さを気に留めず怖がる素振りすらない。あ、そっか、こんなちっちゃな子が異能力持ってるとも思えないか。その全てがヒナがこの黒霧を支配していたとしたら辻褄が合う。もちろんなぜアンノーンの能力者を狙うのかと、目的の部分は不可解だ。でも先ほどから彼女が口にするお兄ちゃんやお友達、それらがヒナを利用しているならありえない話ではない。おい、あれなんだ。え、じゃあ宗像って敵なの。うわ、見たことあるなお前。この前もあったね、久しぶり。リツの今までにない焦りでひっくり返った声。振り向くとマリカたちと遭遇した霧の化け物がわらわらと押し寄せてきた。わらわらと、マジかよ。何人もってこと。どこから湧いて出てきたんだ。それよりなんで今まで気づかなかったんだ。思わずヒナを見るも彼女は自分の世界に入り込んでいる。マリカやレンの姿が脳裏をよぎる。そうだ、戦わなきゃ。でも私にそんな力は。それにヒナはリツはどうする。どうする。このままじゃまた私は間に合わないのか。これ選択肢出そうだな、セーブしとこう。間に合わないって何が。バカ、何してんだ。思考が停止していた。その時はもう手遅れで、右も左も化け物だらけで完全に逃げ道がなくなっていた。その中の一体が私に向かって黒々とした腕を突き出してきた。くそ。それは一瞬の出来事だった。何かが私と化け物たちの間に割り込み、化け物を振り払っていった。棍棒でないだように、化け物たちは一撃で吹き飛び、消し積みになって消える。何かは人のようなシルエットなのに決定的に人とは違って見えた。全身がふさふさとした体毛で覆われていて、一切肌色が見えない。あ、狼少年じゃね、狼男じゃね、あのレンが言ってた。腰より下からは毛を束ねた、尻尾のようなものが覗いて、そして頭の上から尖った耳が生えている。振り返った顔にはギラリと鋭い目と頑丈な顎。剣士が覗いたその姿はまるでおとぎ話に聞くそれと同じ。そう、狼男そのものだった。じゃあこれはどうだ。あ、そうだよな、言ってたな、あれ。裏に出る狼男。さっきまでのは前座、今一番熱い噂はこれだぜ。聞いてたわこの話。笑ってごめんレン、痛い狼男。しかもその正体は、あー、そういうことなのか。狼男は見覚えのあるオレンジのパーカーにジーンズ姿でフードをひらりと翻す。リツなの。
うわ。肯定も否定もせず、でも私とヒナをかばうように狼男は仁王立ちで動かない。薄暗い異界ではその目はひときわ輝く月に見えた。それが私の反応を気にするように少しだけ細められる。後ろ来てる、気をつけて。前方からまだまだ化け物が湧いてくる。私の声に応じるように狼男が右足を軸にして回し蹴りを見舞う。ビュンと左足が風を切り裂き化け物を餌食にする。圧倒的な力、暴力の塊、爪と牙を持つ夜の支配者、まるで格闘ゲームの登場人物が目の前に現れたようだ。あれは狼男、いや、律が切り裂いた化け物たちの亡骸の先、霧がわずかに晴れている。あの時と同じ、異世界と現実の境目、今ダイブすればきっと悪夢から逃れられる。言いたいことも聞きたいこともいっぱいあるけれど、まずはここから脱出するのが最優先だ。律、出口見つかった、あそこからなら出られる。律めちゃくちゃ強えんだ。律は私の意を理解して目の前の障害物をことごとく蹴散らしていく。じゃあ蓮はこのことは知らないってことだね。知ってたらこんな、あーだからか、なんか噂を広めてたってのもそういう意味か。広めてほしくないからか。これはただ霧の怪物たちを無尽蔵に湧いてくる。これじゃあイタチごっこだ。律の体力が限界になる前にここを離れなきゃならない。がヒナは依然として座り込んだまま、焦点が定まらないうつろな目を、自分に迫る脅威すらも認識してない。違う、あの化け物たちは自分の身を脅かすものじゃないと知っている。ヒナは敵対者だ、ほぼ確実に。それでもどのみちこうなったわけを聞き出さなきゃいけないのだから、ここからは連れ出す。そうしたいのに根を張ったみたいにこの場から動こうとしないのだ。早くしろ。律が幾分か低い声でそう叫ぶ。するとそれまで無反応だったヒナがすっと立ち上がり、律のところまで歩いてきた。それを見計らって律が開いた道を私が先導し、律がヒナを守りながら続く。これでいい、これでいいはずなのに。なんだろうこの胸騒ぎは。ついに霧の切れ目にたどり着く。片足を踏み入れると踏み込んだ右足だけが見えなくなった。ここが出口で間違いない。振り返り二人がついているか確認。なんで？なぜか振り切ったはずの黒霧に律が迫られていて、ヒナを片腕でかばいながら悪戦苦闘している。ああ、ヒナを霧の外に連れていけないのか。追いつかれたのか。いやそんなはずはない。私の疲れ切った足ですら二人より先にここまで走ってこれたのだから。じゃあなんだ今目の前で起きていることは。その理由は、原因は。そんなことはいい、今から戻ってヒナを私が回収しよう。そう思ったものの、右足がぬかるみにはまったように動かない。それどころかどんどんこの世界から追い出されそうになっている。リツ、ヒナ。暗闇に飲み込まれるその刹那、ヒナと視線が交わった。ぽっかりと開いた空洞のような目、そして微笑み、小さな唇が動く。捕まえた。誰よ。ヒナはわざとリツをあの場に留めた。そう確信するのに十分な材料が揃っていた。それなのに私は油断した。彼女の愛らしさに、無邪気さに、あどけなさに。リツは黒霧のことは知らなかったんだから、ちゃんと説明して警戒するべきだったんだ。どさりと尻餅をつく。ほうけたまま空を仰ぐと、あの陰鬱な霧は見る影もなく、綺麗な月が出ていた。私だけは戻ってきてしまったんだ。うわ、どうすりゃいいこれ。インビジブル。え、なにこれ、どうすればいいの。自分の無力さに浸ってる場合じゃない。それくらいのことは分かっている。頭では分かっているんだ。でも体も心もついていかない。あの黒霧に囚われたままだとどうなるのか。出口はまた開くことはあるのか。仮に別々のタイミングで外に出たとしたら、現実世界の同じ場所へ戻ってくることになるのか。楽観的に考えれば、律がヒナを無理やりにでも引っ張り上げて、私とは別に抜け出している可能性もある。それを確かめようにも、私は律の連絡先すら知らないんだけれども。冷静に、こんな時こそ冷静に。鼻から吸って口から吐き出す深呼吸。とりあえず胸肩に相談で、蓮に連絡じゃない？律の安否を確かめる方法ならあるじゃないか。一度仕切り直してゲーセンの方に向かって足を走らせる。急げ急げ。そして裏口からバイト先の更衣室に入り直した。
時間はどんくらい経ってんだ。こうか不幸か私一人、きっと地獄巡りでもしたようなひどい面をしているのだろうから、誰にも会わない方が好都合といえば好都合か。それに今知り合いに出くわしたら、すがりついて泣きじゃくってしまうかもしれないし。ロッカーからスマホを取り出すと桐島さんからの着信が入っていた。どうする？今かけ直してさっきまでのことを話すべきか。桐島さんは黒霧の能力者を追っている。なら律のことを話せばきっと力になってくれるはずだ。でも私は残された不在着信に折り返すのを戸惑っている。もしここで私が一つでも選択を誤ったら、さらに取り返しのつかないことになる気がして。アンノーンは黒霧の被害に遭った人物をすべて救えているわけじゃない。下手な手を打って助かる者が助からなくなる危険をはらんでいる上に、最悪犠牲もやむを得ないと切り捨てられることも。それに律はアンノーンの一員じゃない。指先一つで全てが決まるかもしれない。重圧と迷いが判断を鈍らせる。あの時、律に避難を任せたように、取り返しがつかない決断をしてしまったら、私はセーブだな、これは絶対。ついに選択肢来るか。と、あ、来ない！読みがすげえ外れてる、ずっと。今回。このパート。と、そこへ私を急かすように再び着信が入る。電話の主は桐島さんじゃなくてレンだ。迷いなく通話ボタンに指をかける。もしもし？おお、やっと連絡ついた。どこにいるんだ？いきなりバイト中に飛び出して戻らないって。桐島さんから連絡来てたぞ。宗像先輩も心配してるしよ。一週間ぶりに聞くレンの声は思ったよりも普通だった。それだけに無理してるかも否めない。ああ、うん。ごめん。今、バイト先戻った。いやでもこういう仲間が危機の時は、今の関係とか揉めてるとか揉めてないとか関係なしに電話してくれるレンは優しいな。何かあったのかって聞くところなんだろうけど。その前に、桐島さんから緊急連絡だ。つぐみが捕まらないからって、俺のところに連絡が入ってさ。やっぱいたんだよ、狼男。え？何？だって狼男は狼律で。律はあの異界に取り残されて、ちょっと待てよ、頭の中がぐしゃぐしゃだ。だから、狼男！異能で体が変わるやつも結構いるらしくて、そいつもそうじゃないかって。それが街をうろついてるってんで、情報提供と、もし見かけても近づくなって。なんだか、暴走がどうって。いやー、これは、桐島さんに伝えたら、律も、処分されちゃうのか。律だ。律が戻ってきてるんだ。その事実に安堵する。同時に指名手配状態になっていることに焦る。黒霧の中でも律はピンチになるまで異能は使わなかった。それどころか私やヒナに知られたくない様子だったのに、なんでその姿で街に出たんだ。つぐみ、聞いてるか？いや、出ざるを得なかったんだろう。知ってる。え？だから、その狼男のこと私も知ってるって言ったの？はぁ？この間俺の話聞いて笑ってたじゃねえかよ。そんなことより、あんたの知り合いの大神リストと連絡が取りたいの。今、すぐ！なんでそこであいつの名前が出んだって。やっと少し吹っ切れてきたのに。リツの名前を出した途端、レンの不機嫌が再来する。ああ、もう電話でやりとりしてるのがまだるっこい。まだるっこしい。まだるっこしい。まだるっこしい。とにかく一回合流したいから、すぐに来て！わかったよ。苛立ちから来る乱暴な切り方で通話が切断される。ツーツーという無機質な音が聞こえなくなった。そっかそっか、さっきなんか宗像には言った方がいいみたいなこと言ったけど、宗像に言うと桐島さんに言われて最悪な状態になるかもしれないんだ。でも宗像と、無関係とも思えないんだよな。ようやく耳元からスマホを離した。腹の底から深いため息を吐き出して着替えを済ませ、また裏口から外に出る。ドアを慎重に押し開けようとしたところで、向こう側から引っ張られ、その勢いで転びそうになった。さっきの電話。いや、めっちゃ早いな、お前。どこにいたんだよ。私の家とかにいたの？顔を上げるとレンが立っていた。待ち伏せ？というよりもこの近くにいたんだろう。多分私がいないと聞かされて探し回ってたんだ。優しいな。面目ない。けど今はそれは謝ってる場合じゃない。1分1秒争う事態だ。その前に、リツに電話して。今ここで。それが先だから。なんなんだよ、さっきから。第一、
俺がかけたってあいつは出ねえよ。どういう関係なの？いいからさっさとして。レンは顔をしかめながらも言われた通りに電話をかけ始めた。私に聞こえるようにわざとスピーカーにしたのか、呼び出し音が延々と鳴り続けている。ほら見ろ、出ない。たっぷり30秒ほど待ってレンは通話終了を押す。なあ、これでいいだろう。いい加減話せよ、何があったか。狼男はリツだよ。そんな話していいのか。は？マジで言ってんのか。目を見開いたレンは、今の私のことは信じられないようだ。私だって未だに信じられない。冗談で言ってるように見えるの？いや、そうじゃねえけど、突拍子なさすぎるんだって。まさか、さっきつぐみがどこかに行ってたのと関係あるとか言わねえよな。いや、関係あんだわ。申し訳ねえが。レンはようやく私の言葉を信じ始めたのか、複雑な表情を見せる。そのまさかだよ。またあの黒霧に、今度はリツも巻き込まれて閉じ込められたんだ。そこで、とにかくいろいろあって、リツが異能を使って狼男になって、霧から抜け出すときに、リツとはぐれた。そこまで一息で言い切ると、なんだか体中の力がふっと抜けてしまった。私のせいだ。気を抜いちゃいけないって、分かってたのに。いや、そんなことはないと思うけどね。目頭が熱くなる。いつものなんとかなるを信じたいのに、次々に明らかになる事実にそれを全部否定されて。いや、落ち着けって。霧島さんたちが追ってるんだし、任せてれば大丈夫だろう。万一の時は俺らが何とかすれば。俺らってなんかできるかな。慰めようとするレンの手を乱暴に振り払う。私は真正面に捉えたレンをギョッとしていた。私を真正面に捉えたレンはギョッとしていた。できるわけないでしょ。私なんか異能も使えないし、あんたとマリカは協力する気ないし。ああ、今まで溜め込んでたやつを全部吐き出しちゃうのか。我慢してた思いを突きつけると、レンはグーの音も出ずに棒立ちになる。それより、なんてそんなに悠長にしてるんだよ。リツはあんたの知り合いなんでしょ。どうしてそんなに投げやりな態度でいられるの。いやー、もうそこは俺らがね、ごたごた言うことじゃないと思うんだよ。レンとリツにもいろいろあるんだと思うし。それでも構わず構ってられず飲み込めない言葉を吐きかける。矢のようにそれらを浴びされてなお、マリカの時と違ってレンは言い返しさえしない。あいつは、俺なんかに関わってほしくねえんだよ。目の前にいるのは本当にあの朝岡蓮なのか、思わず疑ってしまうくらいに覇気もなく弱り果てている。それは違う。リツも最初は蓮が自分のことを周りに話してるって勘違いしてたけど、誤解はもう解いたんだ。それだけじゃねえし、もういろいろ無理なんだよ。いや、お前ら二人がこの状況になって大丈夫か。そのいろいろがレンのここの傷なんだろう。マリカが踏み込んでしまった地雷よりさらに奥深くの、もろく少しの衝撃で壊れてしまう部分に私が触れたと自覚させられた。引き返す？傷が癒えるのを待つ？時間があるならそれもいい。でも塞がりきらないかさぶたを剥がすような真似をしても、今から向き合わなきゃいけない。向き合わなきゃいけないんだ。大神律は、朝岡レンにとって、何なの？あいつは、俺のこと、なんだって。いや、あいつがなんだとかじゃねえんだって。お前はどう思ってんのかだけ教えてくれ、今。知り合いとしか言わなかった。知り合いか。つぶやいてレンは自傷気味に笑う。あいつと俺、親同士の再婚で、そのうち兄弟になるんだ。それで、今のうちから家族で会ったり、学校はたまたま同じで。でも、いきなり家族だ兄弟だって言われても正直ピンとこねえんだよ。そういうことか。ピンとこねえな。それはあいつは白崎と同じ特進家のエリート様で、俺みたいな体動かすしか脳のないバカとはもう遺伝子レベルで違うっつうか、単純にこの年で弟なんてできても、いや、分かる分かる、どんな反応すりゃいいか分かんねえ。そうだね。しかも自分よりも出来のいい弟だったらなおさらな。出来の良し悪し関係あんのかな、そこに。しかも父親は社長だぜ。
反抗期ってやつでさ、悪ぶってるけど、俺とは育ちから違うんだよ。いや、まあまあそう思うけど、お前がどうしたいかなんじゃないの？レンがリツとどう向き合っていきたいかなんじゃないの？親がどうとか、才能がどうとか、育ちがどうとか、そういう話よりも、レンがリツとどうなっていきたいかなんじゃないの？本当に兄弟になっていきたいのか、兄弟にはなりたくないのか、そこだけな気がするけどね。だから、羨ましかったの？多少。いや、ぶっちゃけ、自分と比べて、すっげえ嫉妬してた。レンは運と悔しさをにじませた声で言う。それでもさ、俺も親孝行したくて、あいつとうまくやろうとしたんだ。頑張ってたんだ、レンはレンで。それが逆に鬱陶しかったんだろうよ。リツがボンボンだって知った同級生に、裏口入学だとか言われたのも、家族構成とか知ってる俺が話したって、真っ先に疑われたし。まあね、まあね、そうなっちゃうか。家出とか、門限破ってふらついてるから、親父さんも心配するし、くだらない噂だってされるんだって言ったら、兄貴面するな、だとさ。いや、こういうのはめちゃくちゃ時間がかかると思うよ。お兄ちゃん、弟とか、そういう関係性にはなれないかもしんない。わかんないけどね。どう付き合っていくか、わかんないけど。いや、どうすればいいんだろうね。ただもう、リツに対して、何かしてあげようって思うレンの気持ちは、無駄じゃないと思うけどね、俺は。それでその話の最中に、私たちが言い合わせたんだ。そうだね、マリカと揉めるとかよりももっともっと大事だもんな、こっちの方が。そう。マジだっせよな、俺。そんなことはないよ。白崎に行ったことも、ほとんど、ただの八つ当たりだしよ。いつも、こんな兄貴いらねえって、思ってんだろ。そんなことはないだろ。いないし、いらない。ヒナに兄はいるかと尋ねられたとき、リツの拒否反応はそういうことなのか。リツにはリツの理由があるとは思うけれど、絡んだ糸の片方を掴んだ気がした。そうだね。俺も普通に兄弟かと思ってたんだよね。まあなんか、逆に、なんか再婚するみたいなこと言ってたけど、逆に離婚して、もともと兄弟だったけど、今はそれは兄弟じゃないとは言わないのかもしれないけど、今は別のとこで暮らしてるから名字も違うとか、なのかなとか思ってたけど、こういうパターンもあるんだね。それ、ちゃんと言ったの？お互いぶつけ合ったの？それでその結論なわけ？でもこういうのってさ、当事者同士が話し合った方がいい気すんだよな。他の奴らが何言ったって、こいつらにしかわかんない、なんだろう、あるもんね、そういう微妙な温度感とかが。言えるかよ、こんなの。第三者のつぐみにだから言えただけで。だったら絶対、なおさらこのままでいいはずない。本当かな？何も相手を傷つけるなんて言わない。でも傷つけないために自分が抱え込んだとしても、後悔し続けるだけだ。じゃあさ、どうすりゃいいんだ？ただ流されてるだけじゃん。結果を先送りにしてるだけじゃん。意味ないのだって、俺もわかってる。でもそれ以外、俺の出せる答えなんかねえんだよ。そう、いくら考えに考え抜いても、結局は手詰まりになる。これはそういう問題。それも切羽詰まっているのはなおさらのことだ。ましてや誰かにもらった模範解答なんて意味はない。自分だけの自分にしか出せない答えを死に物狂いで見つけ出すしか、その悩みには打ち勝てない。ただ背中を押すことはきっと私にもできる。いいじゃん。今その答えを探さなくても。まず単純な二択。今すぐ霧島リーダーに会いに行くか行かないか。それならどうする？なんだこれ。本当か？ようやくレンの顔が引き締まった。あ、そういうことか。あ、わかったわかった。ごめん。つぐみんのさ、意図が全然理解できてなかった、俺。あ、おせっかいなことやってるなとか心の中で思っちゃってたわ。だから、リツを自分でどうにかしてあげるか、もう、他人に任せてどうにかしてもらうか選べよって今言ってんだな、つぐみんは。行くに、決まってんだろ！かっけ、だよな。じゃあ行こうぜ、もう。トン
と軽く肩をこずく、それ返すになった。それから急いで裏口を出て、流れてきたタクシーを拾った。ま、1時間ぐらいなんで今回この辺にしようかな。いや、面白くなってきたし、この後どうなるのか気になるけど、第2章、まあ、第1章も結構長かったし、第2章ももうちょっとあるんじゃないかと思うんで、ここで一旦区切りつけて、次回第2章の終わりまでやっていけたらいいなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。